こんばんは。最強激コアチャンネルで動画担当をしております道野颯太です。普段から最強激コアチャンネル見ていただいて誠にありがとうございます。そしてですね、大変残念なお知らせがございます。現在ですね、田中俊之さんとそして田辺聖也さんのコラボレーション、当チャンネルの初コラボレーションということで、今までですね、動画をずっとこう編集してきたんですけども、この公開前々日になってですね、まさかの、はい、ドンということで、まあ、この動画内のですね、音声データがまだらにぶっ飛んじゃったんですよね。その後すぐにですね、この編集ソフトの会社に問い合わせをして、ちょっとしばらくこうデータも渡してですね、どういったトラブルなのかということを調べてもらってるんですけども、今のところもう一向に返事がなくて、そのソフトウェアの開発会社にとっても、ちょっとこう珍しいトラブルの種類だそうで、現在原因と解決方法を模索している最中でございます。とはいえですね、このまま放っておいてもこの問題って解決しないじゃないですか。ということで、幸いなことに大元のデータの部分は破損がない状態で、改めてこちらのデータを使ってですね、動画を作成していこうかなというふうに思っております。それに伴ってですね、今月末、まあ、つまり明日公開予定のものではあったんですけども、こちら公開日時を4月上旬とさせていただきます。楽しみにしていただいている皆様、本当に申し訳ございません。こちらの動画なんですが、今しばらくお待ちいただけると幸いでございます。公開直前に改めてお知らせをさせていただこうと思うので、今しばらくお待ちください。よろしくお願い申し上げます。さて、これだとお知らせだけにはなってしまっているんですけども、私自身の感想を述べていこうかなというふうに思っております。現在ですね、私自身がこの最強激コアチャンネルのですね、初コラボレーションということで動画を編集させていただいてるんですけども、まあこちら編集をするっていうこともあって、動画の内容って大体入ってるんですけども、改めてね、思いました。田辺さんと田中さんのペアってめちゃくちゃ面白いですね。特にですね、本当にこうお二方が親しいんだなっていう風にまあわかるようなやり取りが録画されておりまして、いろんな方向に行こうとする田辺さんをですね、田中さんがこう抑えてる感じっていうのが今回の動画の見どころなんじゃないかなという風に僕は思っています。っていうのもありましてですね、僕自身編集をとっても楽しくさせていただいております。本当にこう3月31日公開を楽しみにされていた方、本当に申し訳ございませんが、僕自身もですね、改めて頑張ってこの動画をですね、仕上げていきたいなというふうに考えておりますので、今しばらくお待ちいただけると幸いでございます。そのまま最後に予告を流させていただきます。ここまで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。マイク普通にやる感じで、はい。最強激コアチャンネル。どうも、ここからところで田中俊之です、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、超怖いな。見たら確実に不幸が訪れるっていう曰くのある絵が入ってるらしいんですよ。